シンプルな研修医向けの遠位切開部修復法を説明します。歪んだり壊れたりしたハートを修復する中縫いがポイントです。一般的な遠位切開の方法、左側正中切開を説明します。児童が発露し始めたときに、5時方向に3、4センチの切開長になるように、一気にハサミで切開を入れるのが普通です。続いて、一般的な遠位切開部修復法についても説明します。滅菌ガーゼを膣内に挿入して、子宮からの血液流出を防いでおきます。遠位切開部上端のちょっと奥から、通常は連続縫合します。子宮を作らないように、膣粘膜とその下の筋肉組織を想定から救うように運針します。膣入口まで針を進め、処女膜輪を過ぎたところで結紮します。で、それから、膣入口部の粘膜皮膚移行部で一心想定を救うように、深く確実にクラウンスーチャー、冠縫合を行います。この右下の図にあるように、一番上にこう中縫いをするというものです。その後、遠位層部は深部を埋没縫合し、遠位皮膚は垂直マットレス縫合を行い、この時糸結びは緩くし、層面が接触する程度にして、分娩、まあ4、5日目に抜歯します。研修医向けのシンプルな遠位切開部修復法をご説明します。膣の壁の方は、膣壁はですね、上端から膣入口部まで、当院では単結紮縫合を進めています。展開方法なんですけど、四肢と中指で軽く開いて、膣壁の後壁を下方へ、肛門側へ、こう軽く牽引して、装部を展開します。で、子宮を作らないように、かつ直腸損傷しないように注意していきます。で、膣入口部近傍にある処女膜輪を見つけて、そこは単結紮縫合します。それで、結構バランスがある程度は治ります。で、続いて、遠位装部なんですが、装部の高さが合うように、クラウンスーチャー、冠縫合をした後、歪んだハートの左右が合うように中縫いをします。こう、肛門側のハートの部分ですかね、ハートの半分の部分が下に下がってますので、それが高さが合うように中縫いをするんですね。で、遠位層部、深部は埋没縫合にして、遠位の皮膚は垂直マットレス縫合を行います。で最後に直腸診にて糸が出ていないことを確認します。遠位切開の後、子宮からの血液が邪魔にならないようにガーゼを膣内に充填した後ですね、傷を観察します。で、傷の越径一番奥からですね、こう奥に伸びていることがありますので、指を入れて奥に伸びてないかどうかを確認します。で、遠位切開の傷がこう右に入った場合は、左側、中心側に直腸があります。で、必ず直腸を意識します。右に遠位切開入れたら、その右側にですね、直腸があります。で、膣の中は狭いですので、指2本で点開いて下に、で手前に引くようにするとよく見えるようになります。で、エッケですね、奥のところから入れて、そこで出します。で、膣の中は狭いですから、ゆるく掴んで手前の方に引くようにするといいです。で、先ほど申しましたように、中心側には直腸がありますので、こちら側は薄く、もう、さっきとかなり感じが違いますけど、薄く取るのがコツです。緩く掴んで手前に引いていきます。
それから傷のところにですね、指を当てると痛いので、結ぶ場合は、片方を手前に引いて、片方を膣の奥に入れて、結紮が真ん中になるようにですね、傷に指を当てないようにすると患者さんが痛がらなくて済みます。ちょっと緩くなってしまいましたが。指2本で展開して、こちら側はしっかりかけて大丈夫ですが、そこで出したら中から必ず一度抜いて、で中心側ですね、直腸がありますので、ちょこちょこちょこっと薄く拾う感じでいいと思います。場合によっては指の腹に乗っけるのもありです。それから膣の入口部ちょっと先にですね、処女膜に牝命具がありますので、でそちらを合わせるようにします。指で展開して牝命具をですね、でそこまでかけた方がいいですが、なるべくは一度そこで抜いて、で牝命具に出します。指の腹に乗っけると取れます。もちろんコーピンで掴むのもありです。で、この方はですね、壊れたハートがあまりありませんけれども、中心側の、傷がですね、下に下がってハートが歪んだようになっていることが多いと。で、中縫いを単にするのと変わらないんですが、このハートを合わせるということを意識して中縫いをします。で、先ほどの処女膜輪のところに一度出します。で、こちらも掴んで、処女膜輪のところからですね、ハートの上の部分が合うように出してあげると。そうすることで、一番上の部分が引き上げられて、ハートが正しい形になりますので、後が縫合しやすくなります。
で、中縫いはですね、奥を縫っても良いですが、出血がなければですね、ここに肛門挙筋がありますので、肛門挙筋が断裂した時のことをイメージして、こう手前をですね、ここに輪っかができるように縫っておくというのもコツです。一つの方法だと思いますね。一方ですですね。中縫いの糸は、まあ、短く切ります。で、最後は表面のマットレスに行きます。局所麻酔をここで追加して、まあ、上から行っても良いですが、ここは液よりも下を縫う必要性は必ずしもありません。で、この位置になりますと割と直腸が遠いんですね。もちろん直腸の位置を意識して縫っていくことになります。垂直マットレスですね。で、返しはちょこっとだけかけます。傷がちゃんと合うかどうか確認をして、あまり強く締めすぎません。よれば大丈夫です。針が出ていることを確認して、ちょこっとだけかけます。大体3、4針で通常の遠位切開ですと修復できます。3回とか、ちょっと4回目かもしれません。
で最後、まあ、問診入れてもいいんですけど、今回は省略しまして、で最後に、ここは傷が擦れてるようだったら抜歯をしてもよいと。あと一番上にですね、短結紮を入れます。でこの糸は抜歯しません。であとガーゼが、忘れずに抜いて、レクタールをして、糸が出てないかどうか、傷が問題なく縫えているかどうかを確認して終了です。冠縫合と歪んだ壊れたハート修復術が、修復のきれいに終わらせるポイントになります。で、歪んだハート、壊れたハートがあるんですけど、それを見つけて、正中側はですね、肛門側に下がってますので、そのハートをきれいに高さで合わせるということが大切になります。まず、瞳孔がどういうふうにハートに見えるか、それを探すのがポイントです。縁切開部をきれいに修復するには、初字マクリンの縫合とクラウンスーチャーと、外陰部の方はですね、歪んだ壊れたハートをイメージして、左右半分を合わせるような中縫いをして修復しましょうということです。以上です。ありがとうございました。